ゲリラ。ゲリラ。ゲリラ。ゲリラゲリラゲリラ。ゲリラゲリラ。ゲリラゲリラゲリラ。ゲリラです。こんばんは。こんばんは。ゆみりんが11時。10分ぐらいをお知らせします。すみません、ゲリラです。すみません、ゲリラ滝野です。どうかお許しくださいませまで。暗い、そうなの、ゲリラなので何分に始めたか、まあその辺はあまり当てにしてなくてですね、すみません。今日は時間がとかじゃなくって、そう、家に帰ったショーラムしようっていう感じでつけたのでゲリラです。でもこんなに早くこんなに来てくれてありがとうございます。きっと毎日というかほぼほぼ気にしてくださってる方はそろそろかなって思って予約とかね確認してくれてたんじゃないかなって思います。そんな時に通知が来たから、あ、今日はゲリラなんだって思ったり思わなかったり思ったりしてくれたのではないでしょうか。ありがとう。そんな日々ももうすぐ終わりを迎えます、はい、そんな日々ももうすぐ終わりを迎えます。なのでそう残りの数日間よろしくお願いします。よろしくです。まあでも別に、うん、そんな1ヶ月やらないわけでもないし、多分1週間やらないわけでもないと思うので、はい、そこは気楽に待っててください。ね、気楽に待っててください。気長に、うん、気楽に、もう楽に、楽にしててください。楽に。あ、今日あるのか、びっくりぐらいで。待っててください。ねえ、この秋ギフト噂によれば、今日までって本当？噂によれば。
今日までだ。今日まで、今日まで秋です。明日からは何になると思う？私の予想はハロウィン。私の予想はハロウィン。あなたの予想もハロウィン。私の願いはクリスマスかな。そろそろ雪降ってほしい。今日北海道で初雪だったらしいですね。ってことはもうきっと明日からまた雪ギフトが、雪降るんじゃないですか、きっとショールームでも。きっと何だと、クリスマスイブ、もしかしてクリスマスがいっぱい。もみじないな。もみじはね、今日で終わっちゃうらしいよ、ギフト。ってことで多分もう終わり、もう終わった、秋は終わった、秋は終わった、秋は終わったのです。あなたの秋も私の秋も、みんなの秋も終わりを迎えます。あ、これ一瞬つながるかも。もし一瞬つながっても何も気にせず、何も気にせずしてください。つながりませんように、つながりませんように。えい、つながっちゃった。もしもし、もしもし、聞こえますか？もしもし、聞こえる？聞こえますか？普通に聞こえる？普通につながっちゃった、そっちにも。普通に聞こえる？それでは、秋の日最後聞いてください。秋の最後といえばこの曲ですね。どんなプレゼントよりあなたの両手に抱かれたかった。このことの胸におでこつけたままずっと、粉雪が二人を包んで、街の日灯り始めても離れたくないよ、この場所から永遠より一秒を長く、世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日を思い出すわ。メリークリスマス and I love you。
粉雪はまだまだ止まずに二人に降り積もるけど、このままでいいよ。どんなものよりあなたは暖かい毛布。世界のどこかでささやく恋人たちの約束はきっと今日から始まるのね。メリークリスマス and I love you。 世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。早く恋人たちの約束はきっと今日から始まるのね。メリークリスマス and I love you。 メリークリスマス and I love you。358日、ありがとうございます。ありがとう。今日帰りにすっごく寒くって、今日は上着を、今日はっていうか今日もなんですけど、上着を着なかったんですけど、もう今日は上着がないと無理だなって思いました。帰りながらもうすっかり冬寄りの秋ですね。AKB さんの曲といえば秋。よく。あ、金木星。またあなたのことを考えてた。永遠より続くように。あー、うーん、君について、ある秋の日のこと。へえ。コスモスの記憶。カイハのステーション。
夜風の仕業、記憶のジレンマ、飛べないヤギ波長、泣きながら微笑んで、あなたがいてくれたから、あ、鈴鹿家もね、シワさん、夜風の仕業は秋っぽいな、秋の歌えないけど聞いてみたい、オレンジ色の三日月が空の端っこで拗ねているみたい、電話くらいできなかったの、あなたが憎たらしい、ずっと待ってたのに、今日は仕事が忙しいことなんて私にだって分かっているけど、一人きりのアスファルトは足音が寂しすぎて、空き缶ひとつ蹴りたくなる、泣きたくなるほどあなたに会いたい、今すぐこの空を飛んで行きたい、どうしてもう本気になるつもりはなかった、夜風の仕業、いい曲だけど、私はこの曲は歌うのよりも聴く方が好きかな。聞く方が好きかな。素敵な曲ですよね。寒いですね。寒いですね。寒いですね。ね。ね。あー、この季節の曲といえば
たすみで一人泣くより人混みの中で泣きなよ。滲む街あふれる涙、喧騒は君に優しい。別れの日近づいたことくらい分かってたはずなのになぜ辛い。本当好きだったんだろう、恋だって言っといなかったわい。強くなる夕暮れが夜に変わる前に、今日のその悲しみは置いてゆこう。ほんの少しだけ遠回りもいいよね。明日いいことあるかもしれない。グリーンフラッシュの現象は実はこの時期によく見えるんですよって翔ちゃん天気でやってました。先週先々週かな。振り向くと寂しくなるよ、前だけを向いていけばいい。足跡はやがて消えても後悔の影は消えない。切なくてただ会いたくてずっと空を見る、夕暮れが夜に変わる前に、今日の出来事すべて思い出す。明日持っていくことだけを選ぶんだ。もっとゆっくり歩いて帰ろう。涙がいっぱい流れるのは心を消毒しているんだ。辛くなけるだけの恋の水素を洗い流してしまおう。失恋をしたその数だけ人は誰かと出会うんだ。その不運に負けないで Just get stronger。 夕暮れが夜に変わる前に、今日のその悲しみは置いてゆこう。ほんの少しだけ遠回りもいいよね。明日いいことあるかもしれない。もう少し強くなれたら、そうきっと君にも見える。幸せが君にも見える。グリーンフラッシュ。グリーンフラッシュっていう現象は太陽が沈むほんの少しの時にもう空気がめちゃくちゃ澄んでて、光の加減の屈折で太陽が一瞬だけ少しだけ緑色になるっていうグリーンフラッシュという現象です。これを見ると幸せになるっていうお話があるぐらい貴重なものなんですね。いいですね。
今日もお風呂にゆっくり入ってからすやーっと寝たいと思います。皆さんもゆっくりお風呂に入ってすやーっと。ちょっとお仕事の連絡が来てました。でもなんか切ない絵、切ない感じが秋っぽいかな。毎日退屈すぎてやりたいこともまた見つからないまま大人になっていくなんてもったいないことだってふと気づいた。人生は永遠じゃない。教室のズームで眠っているよりも新しい世界の扉を開けよう。自分らしさはそれぞれさ、道が分かれるように、いくつもの未来が広がっているよ。どれを選ぶか決めればいい。自分ら
しさはいろいろさ、人の数だけあるよ。僕は僕らしく、君は君らしく、夢のゴールへと向かって歩こう。以上、以上でした。ありがとうございます。以上でした。そしてこの調子でやると今日もなんだか11時まで配信がありそうですね。今日まで秋だねもうショールーム時間で生きちゃってるので、はい今日まで秋です。秋は今日までです。明日からは冬です。みんなハロウィンだと思ってるでしょ。違うんですよ。ハロウィンだと思わせてもショールームは先取り、先取り、先取り雪が降ります。今日は初雪だったのでね。うん、嘘だと思う方は明日ショールームに来てみてください。きっとギフトが真っ白に溢れてます。はい、嘘だと思う方も本当だと思う方も明日来てみてください。嘘だったら、もしクリスマスじゃなかったらごめんなさいって言いながらハロウィンナイトを歌います。テレステッテレテレステッテレレテレテレステッテレテレステッテレレテ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 レレレレレチャーチャラチャチャチャラチャラチャチャチャラ。ふう、もう歌っちゃってるけどもう歌っちゃってますけど、この続きは明日。早くお布団に入りたいんだけど、今日はやることがいっぱいあって、今日はやることがいっぱいあって、あと5時間ぐらい寝れないかも。もう本当にやばい、やばい。未来は分からない方がいいということですか。逆にあなたは未来が分かるんですか。私は未来が分からないよ。未来がわからないよ。あくまでも未来わかってる、わかってそうで直前に変わることだってありますからね。本当に10月20日にシングルが発売されますかまあそれはもうさすがに発売すると思うけど、まあ何回もね延期になってますし、決まった未来だと思ってても実は決まってない未来っていうのがたくさんありますからね。逆に今からでも何でも未来は変えることができるし、はい、明日ショールームしますって言ってて明日できないかもしれないし、うん、できるかもしれないしまあ、うん、その時はその時で、その時はその時、そんな時もあるよね。生きてりゃ未来は変わるよ。未来を信じて
私だって一回アイドルになるの諦めたしね、本当に。だからなんか諦めなきゃエンジンは動くよって言うけど、まあ諦めてもいいんです、その後に自分がどうするかですよね。諦めてまた何かに挑戦するのか、諦めてもう一度挑戦するのか、叶わない夢を追いかけてもいいんですよ。ただその夢を言い訳にしないかったりとか、それに後悔がなかったら私はいいと思いますよ。なんか諦めなきゃ叶うって思いつつも半分諦めてる時とかないですか？それでダラダラやっちゃう時とかはもう自分では分かってるんですよ。そう、ね、諦めなきゃ何でも叶うってわけじゃなくって、うん、まあ別に諦めることが悪いことでもないしね、そっちの方が自分が後悔ないって思ったならそれはちょっといつも左に行ってたところを右に行ってみただけなんですよね。諦めてもいいけど、ただ諦めずにやって掴み取った人は、ん？ペダル止めて休んだ分だけチャンス遠ざかるものとも言いますからね。普通にね、そこそこでいいんですよ。辛くなってしまったら休んだらいいし、休んだって問題ない。だらしない生き物、いけー、あーラジオ、心さあ、目が起きるぜ、10秒だけやってみるか、何年かぶりに全力で最高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 、気持ちいい自分に、せーの、頑張れ。期待されてないのってすっごく楽だよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこれね、こんな歌詞のヘタレたちや10月20日発売です。10月20日発売、
ぜひたくさん聞いてください。皆さんってサブスクは何を使ってるんですか？サブスク、どれが一番いい？もう人によるんじゃない？だから聞いてみた。だから聞いてみた。なんかいっぱいあるけど、みんな何使ってるのかなって。別にどれがいい、どれが悪い、まあそんなに、まあ、みんなそれぞれあるとは思うけど、まあどれでも ST の楽曲って大体聴けるじゃないですか。だからみんなは何で聴いてるのかなって思って、しかも今、ああいい曲なら1曲ダウンロード、なるほどね。でも今サブスクで聴けないじゃないですか、ヘタレたちが。だから本当にこれは YouTube の MV で聴くべきなんですよ。はい、ということで、あと3日間、あと3日間ですね。2日間かな、もういっぱい MV で聞いてください。他のサブスク使ってる方も YouTube で見てください。13位シチュークリーンさん、ありがとうございます。12位ハルミンさん、かたきのいこかみよし、ありがとうございます。10位チプランケウシさん、ありがとうございます。10位リュウシンさん、ユミニカミヨシ、ありがとうございます。キヨイデマセ元気さん、チョウザルミコヨシ、ヨシヨジ、ありがとう、ありがとうございます。8位シャイニングウィンカーさん、素敵な歌が、ありがとう、ありがとうございます。7位イソケンさん、ありがとうございます。6位スランプくんさん、お疲れんくん、子供たちもみんな STU ファン、ありがとうございます。5位ケンさん、明日もこれ頑張るユミニ、ありがとうございます。読みたけん18さん、ありがとうございます。3位ヒロさん、ありがとうございます。2位遠藤さん、ゆめに大好き、ありがとうございます。1位サンタクロースさん、今日も可愛いね、この前の絵付き送りました、ありがとうございます。はい、ということでもう58分だって。今日もいっぱい寝てくださいね。いっぱい寝てください。Good night. Good night. ほ、登山終了ですかね。ですかにイヤホンつなげてるけどもう歌ってないので何も聞いてないです。それでは今日も